こうやってやってんのをこうしたらダメ。要は自分のこの目の距離が取れるところでボールこうやって、これは距離取れてるじゃん。距離がなるべく前目で作ろうとしても球が速いから絶対こうやって近づいちゃうから、なるべく自分の目の見えるところでボールをこうやって割ってあげないと。だけど理想はだから前でこうやって、前でこうやって自分がボール離して取れるようにしてあげる。それをこういう風にしない、そうすると安田言ったみたいに横の動きになっちゃうから難しくなるから、ここで今ここで離してんね、こうやって、わかる。だからそれをこういう癖付けをしたい。わかる、頼む。そしたらここでもう離せるじゃん、こうやってこうやって、ほら、だからこれで足つければいいだけだから、右足持ってきてこうやってやればこれでもう投げれるじゃん、わかる。こうやってこうやってればもうクイックじゃん、いちいち急ごうとしなくても、こうやってやればいいだけだ。 OK、 だから体の使い方だから、速さっていうよりは体の使い方が上手くなれば速さもつくから、それだけ。